ご来場の皆様、大変長らくお待たせしました。楽天競馬プレゼンツ名声オペラカップビクトリーセレモニーを行います。はじめにそれぞれのチームのポイントを発表します。まずフレンドシップジョッキーズ58ポイント岩手トップジョッキーズ68ポイント岩手ヤングジョッキーズ48ポイントということで、名声オペラカップ優勝チームは68ポイント岩手トップジョッキーズの皆さんです。どうぞステージにお上がりください。大きな拍手お願いします。ではそれぞれ一言ずつお話伺っていきたいと思います。まずは菅原勲騎手でございます。1レース目が2着そして1着35ポイントを獲得、貢献なさいました。初めてのチーム対抗戦いかがでしたか。そうですね、賞金がかかってたんでね、思わず頑張ってしまいました。副賞も30万円相当ということでございます。やはりこのあたりはポイントに応じて分ける感じになるんでしょうか。いや、きちっと10万ずつ分けたいと思います。均等ということでございます。続きまして、村上忍騎手でございます。村上忍騎手は4着7着16ポイント獲得ということですけれども、どうでしょう、レース前にチームで作戦を相談なさったりとかあったんですか。いや、特にそういうことはなかったんですけど、とりあえず周りを見ながらはやってましたけど。2レース目は7着8着小林俊彦騎手と着を争う形になりました。ちょっと後ろの方でね、もう少し前の方で争えればよかったんですけど。それでもお見事でございました。そして小林俊彦騎手3着8着17ポイント獲得です。いかがでしたか、チーム対抗戦。最初のレースで 2,3,4 ってきたんで、大丈夫かなと思ってたんですけども、2レース目の方で、村上君と2人で後ろの方にいたんでやばいかなと思ったんですけど、なんとか逃げ切ることができました。岩手トップジョッキーズのお三方、初めての日本初となりますこのチーム対抗戦優勝というね、また歴史に名を刻みました。それでは副賞の贈呈と参りたいと思います。競馬モール株式会社代表取締役社長木村美樹様より副賞として30万円分の商品券が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。日本初めての企画を、プロデュースすることができましてありがとうございます。これからも、岩手競馬、楽天競馬も、一緒に応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。木村美樹様でした。続きまして岩手のアイドルフジポンより名声オペラカップ特製時計が贈られます。ではまず菅原勲騎手に、おめでとうございます。村上忍騎手に贈られます。おめでとうございます。そして小林俊彦騎手です。落としません。おめでとうございます。あ、感動した。振るはい、ということでですね、以上をもちまして楽天競馬プレゼンツ名声オペラカップビクトリーセレモニーを終了いたします。優勝岩手トップジョッキーズの皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。